ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、10月25日9時53分、今日は何もなかった土、はい、ということでね、コーヒー行きましょう。今日は金曜日やね、25日ね、はい、もう曜日がね、わからんなってくるんだけど、もう週末やん。明日もあれやんか、あれの日やんか、あれやんか、あれ千葉さんやね。明日はね、ちょっとね、千葉さんはね、汚し入れようかなと思ってね、もうほぼほぼできるね。あともキャタピラーつけてね、ちょっと小間物つけたらもう完成なんよね。だからちょっと汚し入れたり、ちょっとツヤ落としたりとかね、していきたいなと思ってね。で、まあそんな感じでうまいこと言ったら完成させたいなと思ってねんけどね。で、千葉さんね、作った次、来週から何作ろうかなって、ちょうど11月になるから、11月頭から何作ろうかなって悩んでんねんけども、実は、明日26日に1個届くのよ、買ったプラモデル。それを作るか、それは別動画で作るか悩んでんねん。それはね、そんなに時間かからんと思うね。だからそれをやっていこうかなと。インターバル入れてね、11月はあれしてもええねんけどね、1回で完成する SD ガンダムとかラクプラ行ってもええねんけどもね、悩みどころでね。まあね、こうやってで、昨日ねジムを作っとってね、一回ジム作って、昨日の動画かな、作ってバラして、で、まあ磨いとったんやけど、でもだいぶできました。色を塗れたんで、思ってた色になったんで、塗ってね。で、今日朝からね、乾いとったから、ちょっとまあ軽くチェックしてんけど、目がぼーっとしてね、多分生きてるでしょ。もう一回、細かいチェックはしてないねんけど、まあ、これで組み立てていけるでしょってことでね、今日組み立てようかな。今日組み立てたらもう、マジ完成っていう感じになるんで、もう組み立てもね、簡単に、もうあと一回で終わってしまうから、ほんま簡単にできたね。まあ簡単にできたけど、ちょっとまだタッチアップもしゃあなんか、あと1回2回ぐらいかな。で、GTO もね、昨日やっとって、あと1回で完成。もうほぼほぼね、完成に近づいてきてんだけどね。GTO がね、思ったよりね、思ったよりか、まあまあ、やっぱ昔通りかっこいい。あの車はいいね。で、あとちょっとで、ね、やりたいことね。やりたいことがあってね。もうやりたいことだらけやねんけどね。まあ何でもいいんだけど。まあ、楽しくやれればなと思って、やろうと思ってんだけど、まあ、11月、12月にかけてね、ちょっとこう、秋の夜長を楽しむっていうか、秋の夜長楽しむから、夜、ちょっと編集しようからね。企画として、まあ、プラモデルを。あとね、まあ まだラクプラパトカー作ってないよね、買ったけどあれも作らなあかんし、で、なんかね、どうしたもんやろうね。ね、まあちょっといろいろ考えとね、言ってしもたらね、ネタバレになるかなと思って、まだ言えてないもんがいっぱいあってね。パック3もね、頭だけできて、なんかもう、ごちそうさんみたいなってしまう。後ろ全然、パック3発射機やのに、パック3発射機まだ1ミリも作ってない。まあまあ、そんなのええねんけども。あとね、いろいろされることね。まあ、ユニコーンガンダムをね、これ作りたいってのもあって。で、ユニコーンガンダムを作ってもいいねんね。あれはね、どうしようかな。まあ動画でしようかな。ぐだりそうな感じがするからね。やりたいことがいっぱいあって。またノーマルで作るんじゃないからね。あと、
まあもうちょっと変わんなもんがあるのよ。向こうがね、ちょっとオプションつけたいなと思って。まあいろいろね考えてんねんけど、まあ裏チャンネルばっかりで。メインチャンネルはね、近いうちに撮影行きたいとこあってね。で、今日ちょっとね、明日、明後日、明日、明後日雨やね、土日に。土日にも選挙行かないしね。いろいろね、やらんなんことはいっぱいあんのよ。まあでも、まあやれることやるしかないしね。一個一個ね、こなしていかんと仕方ないんでね。まあ、ね、ほんまに、なんていうのかな、ねえ、なんていうのかな、ちょっとずつそのできることをやっていかんと進んでいかんのよね。で、あれやりたい、これやりたいって言ってやりたいだけでもうね、やりたい病みたいになってしまってるからね。ただ単にやりたいって口癖になってもうてやらへんかったらね、前向きで進まない。やる、自分でやって決めてやらんとあかんのよ。だからそこのところをね、ちょっと頑張っていかなあかんなと思って、頑張るというかね、やれることやっていかなあかんなと思ってね。で、ちょっとね、実家にね、飛んに行きたいもんがあって、なんだよこれ。なんかエラーが出ましたって。どうしようかと思った。なんかおかしいと思った。エラーで止まってるのが今。何かってね、ラリー車のね、ラリー車を作ったよね、このスバルインプレッサーね。ちゃんと一応ね、WR ブルーで作ったんやけど、これを作って、で、前に作ったラリー車、シトロエンの C、チャクサーラと、プジョーの307CC、あれはラリーカーのスロット買いなんだけどね。ってことは、位置で大事なのないでしょ。ランエボがないでしょ。ランエボのプラモデルがあるのよ。あとね、フォードフォーカスとかな、なんかラリー車のプラモデルがあるのよ。この32mm、1mm。これ作るのまあまあ手間かかって、何話かにわたったと思うのね。スバルインプレッサーね。だから、もしかしか、作るのにまあまあね、シールの説明書がね、すごく不親切やったりね、いろんなのがあるんやけども、インプレッサーはね、結構面白い。最終回ついに完成だったね、これね。11話に分かれて。普通大体ね、32のラクプランやったら1回2回でできんねんけど、このホーンビーのね、スロットカーベースのやつは結構作るのが難しいというのか、まあ部品点数そんな多くはないんやけど、結構まあハードなんでね、やっとって面白いね。で、このシリーズまだなんかいっぱいあるのよ。フォード GT やったっけなとかでね、それ持ってきてもええかな。ちょっとしっかりやな、そんなでかいもんじゃないから、まあ、持ってきてもいいかな。でもう完成してもこの大きさやからね、置くところにも困らへんしね。まあね、プレミアついて1万円超えになってる模型やねんけどね、置いといてもしれないし、まあね、売って売れるのかってまた分からんしね、はてなとこもあるし、だからね、まあね、かわいいよと思ってさ、だから、まあ売れたら売れたってラッキーやけども、今のところ売る気はなく、自分で作りたいというね。ね、こんな感じでやっつけてもええかなとは思ってるんやけどね。まあそんな感じでね、ちょっと今ね、
まあ、まあ近いうちにまた実家やから帰らなあかんしね、うん、その時いろいろやりましょう。はい。ということでね、今日のあっちゃんの、コーヒー出す玉はね、まあちょっとね、この土日もいろいろあってゆるっと過ごそうかなと思ってんねんけどもね、まあ好きな、ちょっとね、この土日好きなことしようかなって。選挙行かなあかんのよ。ね、確か選挙だと思うよね。やったと思うよね。確か27日やね、これ。投票日いつですか？書いてね。これね、個人情報やからね、ここで出してみんなに見せたら、ね、あかんからね。みんなで選挙行かんの、27日です、投票日は。はい。なんかね、微妙だ、誰に入れたらいいね。まあちょっと、もうちょっと考えよう、まだ決まってないというね。また該当者なしかな。すっげえね、そら外晴れてきて、顔が下からこう、うって張ってってるね。まあいいねんけど、ということで今日のあっちゃんのソーレタイムこの辺で終わりにしましょう。ソーレじゃなかった、コーヒー脱なんでこの辺で終わりにして、動画作って、まあ、10時半にはあげられるでしょう。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日も一日楽しくいきましょうね。ということでね、今日もライブじゃなかったんけどね、明日土曜日がね、ライブするか、もしかしたらちょっとわからへんねん。まあね、できる限り休みの日はライブしたいねんけど、まあわかんない、できへんでも夜するからね。で、明日またね、模型ライブやもんね、夜、チハタン完成させましょう。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。まあ、その前に今日の夜、定期ライブ、楽しんでください。やったね、バイバイ。